いやみんな、あのね、昨日ね、まあ、ふぶちゃんの朝活のなんかとつまちみたいなのがやってて、あ、そうだ、ふぶさんに連絡取ろうと思ってたんだと思って、9時ぐらいかな、マジガチ寝起きでさ連絡したんだよね。なんかもうスマホでね、あのね、ディスコードかけたレベルなんですけど、もう布団からね、ハローしたわけよ。いや、その後に、なんかまあ、まあね、で、あの、まあ、メタもくださいみたいな話をして、あの、あげますよみたいな感じで、あ、フブさんありがとうみたいな感じで終わったんだけど、その後に、あの、コヨーテがね、来まして、コヨーテがなんか突出してたんだよね。で、コヨーテがさ、あの、最後に、なんかもう命がい、なんかミミッキュ2匹出て、みたいな話をしてんの、この野郎、この野郎と思いましてね。いや、なんか声めちゃくちゃ出てるんだよね。なんか体型をね、なんかそのなんかフルパ、色違いフルパ目指すみたいな感じでやってるんだけど、なんかめっちゃ出てて、なんかこの前もなんか EV とか出てて、なんか不可厳選やってんだけど、国際不可厳選、え、声にも出てるわけよ、何という感じですよね。運がないだけか、まあ運がないだけってのもまあ納得はできるんだけどね。そのまだ言うてもさ、2183だから。え、でもさ、ホロメンの初詣はね、行きたいなって思った。なんかフブさんがね、今年中出なかったら一緒にね、あのお祓い行こうって言ってくれたの。でもミコはね、内心思ったの、お祓いか、ミコもミコさんなんだけどなって。猫も猫さんなんだけどな、他の神社頼るか。猫も猫さんなんですよ、みんな知ってました？猫一応ね、猫さん VTuber なんですよ、猫さん系 VTuber なんですよ。いや、セルフお祓いしろ言うてますけどね、電脳桜神社はどうしてますかって。いや、もうすぐね、忙しくなる時期だからね、もうすぐ忙しくなる時期ですから問題ないですよ。そんな設定もあったねって、設定じゃないんだが、設定じゃないんだがね、ただのバイトかと、バイトじゃないんだから。